質問。在家者グリハスタは下脱モークシャを目指す上でどのようにやっていけばよいのですか。まあ、この質問している方はね、自分が在家者であることを十分認識していて、それでも下脱に憧れているということがこの質問からわかりますね。下脱を実現するには骨磁気者、これは骨磁気と読まないでください、骨磁気者と読んでくださいね、輸入者サニアシにならなければいけないのではありませんかと。まあインドではよくなされる質問です。下脱したい、下脱したい、で家庭を捨ててサニアシになりたいっていう人たちがたくさんいるわけです、インドではね、今でもね。日本の場合にはサニアシ、輸入者になれる可能性がないので寺に入ったりっていうようなことですが、内山老子あたりまでなんとかかんとか骨磁気者で修行できたんですね。今はなかなか難しいと思います。内山老子あたりが最後の骨磁気者だったのかもしれません。本当に骨磁気だけでね、そして昼はそういうものでもらったものでパン買ってね、あるいは弁当みたいなものをお寺の境内、どっかのお寺の境内で食べたりして、また骨磁気してあっちの方面に行ったから今度はこっちの方面でしばらくして数日あるいは1ヶ月もしてまた自分のお寺の方に戻っていってっていう、そういう骨磁気修行ですね。内山老子はそういうことをしておられたんですね。まあその後のお弟子さんたちはそういう骨磁気一本やりではできない時代にもなりましたね。まあ時代の変遷とともに修行の姿も変わって、それはそれで結構なんですけどもね。答え。あなたはなぜ自分が在家者グリハスタであると考えるのですかって、マハルシはもう最初から痛いところつきますね。質問は在家者はって、自分は在家者であるなってこうラベルを貼っているわけなんですね。なんでそんなラベル貼んなきゃないんですかってマハリシ言ってるわけです。あなたが輸入者サニアーシとして家を出たとしても、あなたは自分が輸入者サニアーシであるという考えにやはり取り憑かれるでしょう。世間にいて私は在家者だからとこだわる人は、もし出家して輸入者になったら私は輸入者だからって自己同一視にとらわれ続けるだろうってマハルシはしてきてるわけです。自己同一視がないのがいいんです。私は何の誰それであるとか、私は何々であるね。アイアムのアムが小文字の方ですよ。私は何々であるっていうので皆さん悩んでるんですよ。一生人はそれで悩んで終わっちゃうんですよ。アイアン何々ってあるでしょ。この場合のアン小文字ね、その下にねアンの大文字で書く、アイアンって大文字で書い、大文字で書いたのと別で、I am 小文字、これは普通の英語ね。私は何々であるっていう、こういう I プラス小文字の am、 これが自己同一視。グニャンって書いてある何々っていうのがその自己同一視の内容です。 I am a teacher って言ったら私は教師である、この何々っていうところが自己同一視の内容ですね。で、この前には何があるかっていうと、I think 私は何々であると思う。I think that っていうのが抜けてる、省略されてるだけです。この I am 私はあるはね、その前に I am っていうのはないんです。I think that っていうのはないんです。うん。だから I am that, I am that, I っていうしかないんですね。I think がないんです、こっちは。No thinking ね。I am なんとかかんとかっていうのは I think that が
潜在意識の中にはあるわけなんですね。だから I think that I'm grihastha って言ったら、私は在家者であると考えている。 I think that I'm sannyasi って言ったら、私は出家者であると考えているって、結局考え事に過ぎないんですね。自分に対して私はこういうラベルを貼ってると思ってるんですよっていうのと一緒です。あなたが在家生活を続けようが、それを捨てて森へ行こうが、あなたの心はあなたにつきまとうでしょう、ね、皆さんが世界旅行に行ったってね、皆さんの心はその世界旅行する国々で、皆さんの心を皆さんが切り離すことはできないんですよ。アテネでオリンピックがあるってたくさん行くでしょう、夏にはね。そうすると、私は日本人だって考える人が日の丸上がると涙を流す。ね。日の丸をめでるという心をアテネに持っていくわけですよ。で、帰ってきて、ああ、よかったって言うでしょ。今、脳梗塞になっている長嶋監督さんね。長嶋茂雄さん。日の丸を背負うということは重圧がありますねって、そのストレスで脳梗塞になったとかって言われてますけれどもね、日の丸って何ですかね。白地に赤にプリントしただけですよ。皆さんのコンピューターとプリンターでね、日の丸なんかいくつでも作れる。グラフィックソフトで丸描いたらいいんですよ。ペイントでベターっと赤く塗ったらいいんですよ。で、紙で印刷したら、布地であれ、紙であれね、日の丸出てくる。偽札だって、たくさん刷れるんだから。紙に模様を刷ったのが日の丸ですよ。それを背負うね、重圧というのを長嶋茂雄さんは頭の中で作ったわけ。それで68で脳梗塞になって、今、ほとんど口も聞けないね。この1年間、テレビでたまたま時々見てて、言葉がおかしいなと思ってたけども、左の脳に脳梗塞ができたんです。で、言語訳っていうのは左側にあるんです。ですから言葉喋れない。文字は見てわかるそうですよね。で、左がダメになると反対側ですから、右手右足に麻痺が来るんです。男はだいたい左に来てね、右半身がダメになるのが多いって昔から言われてた。女性は反対が多いんですって。右の方がダメになって左が不随になる場合が多いって言われてるんですね。左は言語やとか理知を扱ってて、右は女性たちが得意な第六感を働かせるとか、感情的なね、脳って言われてるんです。音楽と芸術にも関係ですね、まあ、長嶋さんはどっちかっていうとね、あんまり理知的じゃないけども、左側はちょっとおかしくなったので言語がね、口が、今聞けないけどリハビリしなきゃないみたいですけどもね。ああいう能天気と思えるような人でも、日の丸を背負ってとかっていい年されてると68の高齢者ですよ。みんな若い長嶋さんのことをね、昔のミスタージャイアンツをイメージしているのかもしれないけれども、68って言ったら高齢者ですよ。それが休みなし、365日休みなし、あっちこっちと接触して、プロ野球の各球団から2名以上出してもらうって、よく考えたらくだらないことでしょ。楽天に変えたように、野球っていうのはボール来たら引っ叩いて自分いるところに戻ってきて1点、何点ずつ取った、どっちが勝った、それに検証で金メダルくっつくだけですよ。ただそれだけですよ。全く馬鹿げてることにね、命かけると命取られてしまうわけですよ。まあ今はね、食べらなくても死なない時代ですから、静脈注射で、さっき農業営むありってね、あの人に書いてあるでしょ、静脈栄養注射って。何年でも静脈栄養注射で生きていけるんだから、食べなくても寝たきりで何年でも何十年でも生きていけるんだよ今は。で、そういうことに価値があるかどうかっていうことですね。自分は何々であるの何々ね。
ここに書いた自分は I think that I'm なんとかかんとかね、このなんとかかんとかのところは単なる刷り込み情報です。何々になりたい子供がね、総理大臣になりたいとかメジャーリーガーになりたいとか、どうしてそう思うかっていうと、テレビで見たりお父さんお母さんから話聞いたからで、五感を通じての刷り込み情報がこの対象なんですよ。あやのなんとかかんとかっていうのは、これはさっき書いたでしょ、妙言実験ってあるけども、妙言実験はどっから来たかっていうと、五感を通じての刷り込み情報なんですよ。主に目と耳を通じての刷り込まれたものの中のあれになりたいって自分にとって相性のいいものを探すんですね。その刷り込み情報がね、その人を一生支配してしまいますっていうことですね。何々になりたい、宝塚のスターになりたいとかね、サッカーの選手になりたいとか、大統領首相になりたいとかね、いずれもね、五感を通じた刷り込み情報に過ぎないんですよ。もっと言うとラベルの刷り込みなんですね。どういうラベルがいいですか、首相っていうラベル取ったりね、プロ野球選手っていうラベル取ったりとかです。何々の内容を変更したとすると、変更した回数分支配されるということですね。例えば野球の選手になりたい、歌手になりたいって実際にねレコーディングしたりするプロスポーツ選手とかいますでしょ。アナウンサーから今度はスターになりたいとかってね、ドラマに出たりとかね、何々になりたいってやってなった分だけね、その刷り込みで自分を、まあ、勘違いさせてしまうっていうかね、自己同一視、誤った自己同一視を繰り返して、いつまでも私は何々であると I think 考えて一生終わるわけですね。私は中学生である、私は主婦である、私は母である、私はおばあちゃんであると変遷しても、私は女性である、私は人間であるという考え、自己認識、自己同一視は共通しているでしょうね。幼稚園児から小中学生ね、高校大学、主婦、母、おばあちゃんっていうんならおじいちゃんじゃないわけだからね。私は母であるから突然私はおじいちゃんであるって考える人いないからねうん、まあ性転換するにしても、その頃は遅いから主婦である前ぐらいに大体性転換するだろうと思うんですがね、した人はまあそこで私は男性であるとかってね、変わるわけですね。でも年取ると私はおばあさんであるってボケてきたりするかもしれませんがね、どっかでね来るってね、最後までおじいちゃんって全うしてくださればいいですけどもね、よくわかりません。思っても思わなくても何々である唯一のもの、それがあれセルフです。老若男女の基盤にあるものね、老若男女っていうのはラベルそのものですから、それを覚知しないまま一生を終えるのが凡人、セルフ非覚知者ですっていうことで、一番いけないのは私は凡人であるって I think しないことねそのまま死んでいっちゃうのねいや本当だよ、私は何々であるっていう同一視をしている凡人だっては They don't think ね、考えないんですよ。考えればまだしもね、考えないんですね。それが問題なんですね。一番ね、自己同一視に関して何かご質問ありますか。これは一生取れないんじゃないかと思うんですよね、なかなかね。なければここはここまでにしておきます。